25,000人のファンがセクシーな歌と踊りに熱狂しました。会場の大阪球場には昼前から数多くのマドンナファンが集まりましたが、中にはマドンナ顔負けのファッションを身につけた熱狂的なファンも見られました。コンサートは午後7時過ぎから始まりましたが、大阪府警では不測の事態を心配して異例の200人の警官を動員して警戒に当たりました。会場内では2万3000人の観客が1曲目から総立ちになって拍手や声援を送るなど熱狂した雰囲気に包まれました。また会場の外でもチケットを買えなかったファンらおよそ2000人が一目マドンナを見ようと外側の壁の隙間に殺到し、少年1人が軽い怪我をする騒ぎがありました。